皆さんこんにちは。篠原丈一郎の家内のゆかでございます。先日なんですけれども、配信の時奥の託児と森ビルっていうことをテーマに配信した時に、石川竹細工店さんについて取り上げました。でそちらの店主の方なんですけれども、奥の託児のフェイスブックからいろいろこうシェアされてまして、こう仲良く一緒に写り込んでいるような写真がありましたので、いかにもね、私の方でそこだけ切り取って取り上げて、関係があるかのようにお話ししてしまったんです。それで今回直接石川竹細工店さんの石川店主さんとお話しさせていただきまして、全く奥の託児とは面識がないっていうことをはっきりお話を伺いました。これは私のちょっと行き過ぎた報道配信だったと思います。大変ご迷惑かけしまして申し訳ございません。石川さんはもう本当にね、嵐山の方を良くしたいということで、商店街の会長さんでもあるんですけれども、一生懸命頑張ってね、活動されている方なので、なんかね、誤解を生んでしまうような、いかにも私ちょっとね、一味のように取られてしまうような言い方をしたと思うんですよ。申し訳ございません。全く石川さんは奥のたちとは関係がなくて、単に湯川にね、言われて、秋篠宮、ひさくんのお誕生日なんだけれども、何かいいものないみたいな感じで商品を買いに来られて、売ってあげただけに過ぎないんですよ。そういうことです。はい、ということでね、この嵐山通船さんともね、協力関係が深いということも分かりましたので、真で訂正させていただきます。そういうことなんでね、お土産買ったのは事実だけど、買ったからって一味ってわけじゃない。そうですよね。ついに奥野が勝手にね、石川さんをシェアしまくってたんですよ。掛野さんと仲がいいっていうのがあったようなんですけれども、野々宮神社の宮司のね、掛野さんね、掛野さんはね、嵐山の人みんなと仲良くしてますからね、ということです。はい。ちょっと今ね、奥野託児の、SNS、Facebook 見てるんですけどね、さっき石川さんっていうね、竹細工のお店の方が、面識も一切なくって関係ないってはっきり断言されてたのに、また石川さんのものをシェアして、いかにも知り合いのようにやってんの。なるほどね。なんかね、商店街の会長さんだっていうから完全に利用してんじゃない。いや、もうあれ、小判ザメやってるな。小判ザメ奥の宅地3時間前にもシェアしてんの、いやいや、ひどいね。人を利用してさ、でもこの地元の皆さんからすると、逃げちゃった角川大作と一緒にもう一味ですから、一味になってます。そう、石川さんからね、一味じゃありませんってね、連絡来て、で嵐山通船さんもね、応援してますからって言っていただいたので、そういうことなら分かりましたということなんです。あれ、あの船ってかがり火をつけるような、あれ鵜飼の船だよ。今本当黒い人が2人いるの。うちも鵜飼じゃないの。あれ鵜飼専門の鵜を操るのに、ちょっと今ねリサーチャーさんから、バンバン石川さんのやつこんなにシェアしてる、知りもしないのに、面識ないくせに、ひどいね。ひどいですね。あり、さすがにこの嵐山通船のことは逃げて回ってるけどね。犯罪者は早く捕まえてほしいですね、私は。今度でもやっぱり大阪地検行かないと。来ないのよ、もうちょっと。みんな飲んでてくださいね。